ワナカはニュージーランドの南東、オタゴ地方にある町、ワナカ湖の南端、クルーサ川の流れ出し近くに位置する、マウントアスパイアリング国立公園へ向かう拠点ともなる町である。周囲を南アルプス山脈に囲まれ、ワナカ湖の南端、ハウェア湖にほど近い場所に位置しクイーンズタウンの北東に位置する。夏季にはハイキング、登山、釣り、 湖畔での水遊びなど多くの旅行者が訪れる。トレブルコーン、カードローナ、スノーパーク、スノーファームに代表される大型スキー場にも近く、当季にはスキー、スノーボードを楽しむ旅行者で賑わいを見せる。スキー合宿等で長期滞在する旅行者は宿泊費の高い。クイーンズタウンよりも和中を利用することが多い。人口は7008人。2000年以降は住民数が劇的に増加し、 過去10年間で50%を超える住民が増加している。19世紀のゴールドラッシュによって開拓が始められたが、現在はクイーンズタウンレイク地方の一つの地区である。この地を訪れた最初のヨーロッパ人はナタニエル・チャルマーであり、1853年に州長レコを伴った内陸部探検の途中に訪れた。また、マオリによるこの地方の記録は、 ワイマテの州庁でハルフルによって描かれた地図によって伺い知ることができる。1850年代にはヨーロッパ人による羊の放牧を主とする入植がクルーサ川上流で始まった。ワナカ周辺における最初の入植地はクルーサ川上流で唯一の土市ができたアルバートタウンであった。1863年にはペンブロー家の測量と入植が始まった。 1870年代に、ペンブロー家は、松木月渓谷上流部で伐採した木材を、罠加古の水運で輸送し、製材する拠点になり、人口が急激に増加した。1867年には、セオドアラッセルによって、初めてのホテルが開業し、この地方の観光業が始まった。ペンブロー家は、その温暖な気候とウィンタースポーツ、ウォータースポーツの敵地として、 観光地として発展していく。その後、1940年にペンブロー家は罠に改名された。穏やかな春の1日中の街中中の中心市街地は罠湖の南端に位置し、周囲を山々に囲まれている。約70キロメートル南西にはこの地方の中心都市クイーンズタウンがあり、北に向かうとマカロラ地区からハースト峠を越えて西海岸地区に接している。 ワナカ湖に並行するようにハウェア湖という氷河湖があり、ハウェア周辺には近年開発された住宅地が広がる。北西にはオマラマヤとアイゼルといった内陸部の小さな町がある。ワナカからグレンドベイのキャンプ場を通り、松木月渓谷を遡ると、マウントアスパイアリング国立公園の入り口である。町の中心部はワナカ湖のロイズ湾に面した小さな平野に位置している。 近年の住宅開発で、ロイズ湾の両脇に広がる丘の上にも町は拡張している。春先の豪雨が雪解けを促して、湖の水位が急上昇したため、過去には和中中心部が水没した歴史がある。和中はニュージーランドでも珍しい四季のある内陸性、気候である。雨の多い春以外は、基本的に乾燥している。年平均降水量はリメートルであり。 国内平均の半分である。夏季の平均気温は摂氏24度であるが、時には最高気温が摂氏30度を超えることもある。冬季は暖かい、晴れた日が多く最高気温は摂氏10度前後である。ロイ山からの穴川中は、湖畔と取り巻く山々の美しさで有名な観光地になった。クイーンズタウンが巨大な観光都市化した現在。 ニュージーランドの田舎町の雰囲気を残す罠は、クイーンズタウンの喧騒を避けてゆったりと休暇を楽しみたい人たちに人気である。罠には、高級から庶民的なすべてのレストラン、気軽に入れるカフェ、夜遊びに出かけるバーなどが数多くあり、観光客を飽きさせない。ニュージーランドには、珍しいテーマパーク、パズリングワールドや、人気の映画館、シネマパラディソがある。パズリングワールドは、 世界的に有名な 3D 迷路や、不思議の館、傾いた塔などがある。シネマパラディソは、典型的な一昔前の映画館で館内の座席が、ソファーだったり自動車の座席だったりする。オタゴ中央地方の気候と氷河によって削られた、貧しい土壌は、ぶどうの栽培に適しており、数多くのワイナリーがある。街から歩いて、片道約4時間のロイズピークからは、ワナカの街並みと湖、 アスパイリングさんまでの大パノラマを望むことができる。夏の罠は、世界的に有名なトレッキング、マウンテンバイク、登山、魚釣り、パラグライダー、カヤック、ラフティング、ジェットボートなど、初心者家族連れから上級者まで幅広い、アウトドア活動を楽しむことができる一大リゾートである。罠の夏は天候に恵まれているため、アウトドアのレクリエーションをするのに最適な場所である。 マウントアスパイアリング国立公園では、登山やトレッキングが人気である。ここは、マウントクック地区と並ぶ、氷河の上を歩いて後方に登山できる場所として、有名である。トレッキングのルートは、一日ハイキングから1週間にも、及ぶ重層まで数多くある。松木月渓谷沿いには、人気のロッククライミングエリアや一日ハイキングを、楽しめる場所が数多くある。ワナカコは、ウォータースキー。 ウェイクボードやヨットなどで有名である。湖に流れ込む支流やクルーサー川上流はトラウトフィッシングで人気。また、地元のボランティアによって松の人工林の中にマウンテンバイクのコースが整備されている。スキー場は夏の間マウンテンバイクやハイキングの基地として利用されている。トレブルコーン頂上に向かうスキーヤーは中のウィンタースポーツシーンはニュージーランドの他の観光地に比べても 多種多彩である。ワナカ地区にあるトレブルコーン、カードローナアルパインリゾート、スノーパーク、スノーファームの各スキー場はニュージーランドで最も商業的に成功しているスキー場である。ワナカはこれらのスキー場に来たスキー客の宿泊地として7月から9月は混雑する。トレブルコーンはニュージーランド人にとって最も人気のあるスキー場である。 コンハズと呼ばれる熱狂的なスキーヤーも多い。上級者向けのコースにリフトで簡単にアクセスできる上に、クイーンズタウン、ワナカ地方で最も雪質が良いと言われている。特に北西風の吹雪の後はパウダースキーを楽しむことができる。カードローナアルパインリゾートは初心者、家族向けのゲレンデ構成であるが、近年は難易度の違うハーフパイプを4本、巨大三連キッカー、 初心者、上級者向けのジブなどを導入し、パークで遊ぶスノーボーダーの熱狂的な支持を得ている。スノーパークは100%人工雪のパーク、専用スキー場である。スノーファームはニュージーランド唯一のクロスカントリースキー場である。近年、ワナカは急成長を遂げている。2006年の統計によると、ワナカ地区の居住者は7008人であり、過去5年間で、 約33%増加している。車で約10分以内のハウェア、アルバートタウン、ラグゲートの集落における人口増加も顕著である。ワナカ地区の65歳以上の人口比は13.2%であり、ニュージーランド平均よりも高い。人口の52.4%は学校卒業後に取得した資格を保持しており、この値は 国内平均値よりも12.5%高い。和中地区の人口のうち国内平均より約15%高い82.2%はヨーロッパ人と回答している。失業率は1.9%と国内平均の5.1%を大きく下回る。子供を持たないカップルの割合は国内平均より高い17.4%で子供がいるカップルは 約7%、低い10%である。ワナカは、ワイタキ選挙区の一部であり、現在、国民党のジャッキーディーンが選出されている。ワナカ中心部から車で、約5部の場所に、ワナカ空港があるが、2019年10月現在、定期便は就航していない。ニュージーランド航空が1日1から2便を、クライストチャーチ国際空港まで運航していた。ワナカからは、 国道6号線が西海岸とクロムウェル、ダニーデンを結んでいる。また、国道84号線がワナカからカードローナ渓谷、クラウンレンジを通って、クイーンズタウンまで伸びている。インターシティによる西海岸経由。フランツヨセフ氷河村行、クライストチャーチ行、クイーンズタウン行のバス路線が、各1日1便あるほか、ワナカコネクションによる、クイーンズタウン行が1日3から6往復。 ダニー電量が1日1往復ある。この他にアトミックシャトル、ネイキッドバスも各方面に1日1から2便を運行しており、ニュージーランドの田舎町にしては公共交通機関が充実している。ありがとうございます。